はい、浜尾大志でございます。サブチャンネルの方なんですけれども、本日はね、万波中正選手ね、目標は大谷翔平ということで記事があったのでお話していきたいと思います。まあ今ね、パリーグ本塁打王でございます万波中正選手ね、非常に文句ない活躍をしてくれているんですけれども、なんと目標ね、数字見てる部分は全然こう他球団の本塁打を争ってる選手ではないんですよね。まあみんな知ってますよね、大谷翔平っていう選手がいるんですけれども、現在80試合で31本を放ってるね、化け物でございます。しかもメジャーね、そういうレベルの高い選手を目標にしているので、万波選手慢心せずにね、15本打っても足りないぞと、どうしたらいいんだろうとね、自己最多更新する中でもより高い目標っていうのを見ているからこそね、こう日々集中して打席入っているのかなというふうに思います。で、本当ね、目指すところは大谷翔平というきっかけというかね、はい、でかい、個人的にこれが良かったんじゃないかなと思う部分が、 WBC の走行試合だったかな、万波中正選手がサポートメンバーで入ったんですよ。で、そこでホームラン打ったりしたんですけど、そこでね、こう大谷翔平選手、大谷翔平っていうすごい才能と一緒にプレーをしたわけですよね。そこで感じたこと、得たものってすごい大きいんじゃないかなと思っていて、もう今やメジャーのね、超ウルトラスーパースターなんで、やっぱなかなか一緒にプレーする機会ないわけですよ。で、普段は日本のメンバーと接していて、日本のパリーグで本塁打争いをしていて、まあ、やっぱりこう自分自身が一番打ててしまう、15本なんでトップ独走ですよね。だからどうしてもこう下に抜かれたくないとかさ、まあ、自分の才能はすごいから、まあ、このままいけば30本打てるかな、やっぱ俺ってすごいわってなっちゃうところを、メジャー海の向こう遥か先、大谷翔平を見て、あの人は59本くらいのペースで打ってると、一方自分は30本打てるかも分かんないね、フルシーズン使っても今の大谷翔平より打てるか分かんないぐらい、で、打球の角度速度ね、飛距離も違うと、どうやったらあんな打球打てるようになるんだろうっていう思考になってるんですよね。はい、もうそのエピソード聞くだけでね、万波選手がこれからね、さらに大きくなっていく、はい、メジャー級の選手になっていくっていうことがね、私の中で確定しました。ポスティングはね、もうちょっと待っててね、はい、来年再来年とか言わないでって思うんですけど、まあそれでも近い将来ね、大谷翔平選手とメジャーで対決したりとか、一緒の球団でプレーしたりとか、そういう未来が待ってるのかなというふうに思いました。スケールの高い選手でございます。スケールのでかいだね。はい、言い間違いすみません。ということで、ということで、膝の高い万波中正選手のお話でございました。明日こそ打ってくれよ万波中正ということで、動画を終わりにします。では。